僕のね、ケッパコの中のこうキャンプギアの、まあ、食べ物をね、まあ、作るときに使うキャンプギア、こんなものが常駐されてます。メスティンね、トランギアのメスティンなんですけど、この中にね、まあ、一応これだけでも完結できるようになってます。まあバーナーですね、オピネルのナイフ、11番かな。で、まあ、スプーンとかするとかね。で、これは折りたたみの箸ですね。で、これお手製のね、アルコールストックですね。まあ、これだけをね、持っていっても、まあ、出しても、料理が完結するように。あと、ユニフレームも一応、風防もね、入ってます。で、これがね、デスビットの、まあ、五徳剣。これもウッドストーブでしょうね、もともとね。この中にね、固形の、このも、固形燃料も入ってます。ちょうどね、これがこう、こんな感じでね、フィットするんで、これを入れてあります、ね、でユニフレームの、まあ、ケトルというかやかんですね。そしてバーゴのステンレススチールヘキサゴンウッドストーブですね。ペンタゴンじゃなかったね、ヘキサゴンだったね。で、S ビットの、まあこれをね、基本的には使ってるんですけど、アルコールストップですね。これが一応入ってます。で、まあ、アルコールをこれに入れてね、必要な時に持ってくるという感じですね。